はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。食眼動物全体ジュオージャービッグサイズなりきりきですはい、ついに食玩にもビッグサイズ系の波が来ましたね。これまでビッグサイズ何々っていうとガシャポンのこういうものが主流でしたが、また見た目は全然違いますけど、1個400円でなりきり系のアイテムが出ました。ラインナップは全2種類で、 一番イーグライザーと二番獣王バスター10モード。そしてこのように剥き出しでスーパーに売ってて、戦隊とかライダー系ではあんまりありませんけど、食玩コーナーでこういうおもちゃって売ってますよね。では全2種類をレビューしましょう。食玩コーナーに売ってるものですから、申し訳程度に お菓子が入ってる袋がついてて、特に中にシールとかそういうものではなくて、本当にラムネ菓子のみなのかなはい、開けて中、おお、中身を出すとシンプルにラムネのみ。せめて何かシールとかカードが一枚入ってれば、もうちょっと様になるんですが、本当にラムネのみですね。ということで、本体はこちら。イーグライザーをぐるっと と、見回すと、このような感じ。パッと見は、裏側のこの辺の肉抜きが結構目立ちますが、意外とサイズもかなりあって、先の部分とかも軟質パーツが使われてて、モールドも細かいですし、色分けもそれなりにありますから、割と、 400円のものだったら悪くないような気がします。トリガースイッチは押せなくて変形とかもしませんからシンプルにこの状態で完成品なんですけど、プレックス版はこの辺のパーツがブラックでしたから今回はグレーの成型色をベースにすべて柄部分はシールになってます。でもこっちの方が本編の色に近いですよね。サイズはプレックスと比べるとこれくらいで3分の2ぐらいで デラックスと比べると半分ぐらいの長さですね。まあ、それでも食玩商品としては破格のサイズ感ですね。重さはすんごい軽くて、デラックス版と見比べるとこのような感じ。ブレード周りはよくできてますね。長さで言えば全長22センチありますから、作りは簡単とはいえ、肉抜きを加味しても個人的にはありだと思います。 うん。これいいですよ。グレー部分は、成形色じゃなくて、これブラックの成形色にすべて塗装でした。あー、よくできてますね。あの200円のガシャポンのイーグライザーも、なかなかかっこよかったですが、それと比べても結構長さはあります。そして、獣王バスター10モード。これも、ラムネ菓子がついてますから、糸を切って、 で、お菓子を外せば完成ですね。まあ、完成というか、もう完成品がついてますけど、ぐるっと見回すとほほ、肉抜き激しい。このような感じ。キューブ部分まで肉抜きされてたらどうしようかなと思いましたけど、一応この本体部分の白いところだけがっつり肉抜きが入ってて、それ以外はちゃんとキューブの形になってます。上側、下側で、トリガーは押せませんし、 造形自体が全て一体成形ですから、別パーツになってなくって、重厚部分の可動とか、キューブの取り外しとか、そういうのも一切ありませんね。形状はこれで固定。とは言っても、絵柄部分は綺麗な汁ですし、モールドも細かく入ってて、プレックス版と比べても、オレンジの先の部分まで塗装が入ってますから、意外と、肉抜きをまた目をつぶるとして、よくできてますよね。 300円の組み立て付き食感でもこの辺は肉抜き入ってますからそういうことを思ったら400円としては十分な出来だと思います。うん。これいいですよ。デラックス版と比べるとグリップ周辺のこのあたりの色は若干足りない感はありますけどキューブとグリップ部分とかのバランスとかは完璧ですよね。シールに関しては絵柄は全く同じです。 ただ、どちらも形状固定で、押しボタンスイッチ的なものもありませんし、変形遊びなんかもできませんから、本当にこのようにしっかり握って、なりきって、脳内で音を出す感じですね。ということで、このビッグサイズ、なりきりジュ0オージャーのレビューは終わっちゃいましたので、もう一個、食玩コーナーのニューっていうところに、エンスカイのシールコレクションガムジュ0オージャーバージョンが売ってましたので、 これも開きましょう。1個100円でシール2枚入り全20種類でラインナップは載ってますね。ちょこっとだけ。10万状態の絵柄なんかもあるみたいです。それでは開けて。なんかでもシールコレクション系でワンパックに2枚入りってすごい少ないような気がする。シールがちゃんとしてるのかなはい、せーのドン。おガム。あ、そっか。 シールコレクションガムですね。そして、おーホローあははまさかのデスガリアンのボスのジニス様が出ました <laughs> すごデスガリアン入ってるんですね。そして、ジュオーキングのキリンバズーカー武装バージョン。シールはそこそこ大きめで、ホロで光ってます。で、裏返すと無事。それでは2パック目も開けましょう。セーラ、アムあたりの10万状態が欲しい 誰だお、獣王ライオン。そしてドン。おーいいですね。変身前の5人。ナンバー16とナンバー6。では、最後、3パック目。これは、おー獣王エレファント。さっきのライオンと同じポーズをとっております。で、2枚目。あはは獣王シャーク。みんな、ポーズ共通ですね。 3パック開けた結果、このような6枚のシールが出ました。ジニス様が個人的には結構いい。以上、食玩動物戦隊1ジ王者、ビッグサイズなりきり1ジ王者と、1ジ王者のシールコレクションガムの紹介でした。